サッカー J3 の鹿児島ユナイテッド FC は、昨シーズンからチームの指揮を執っていた大竹直人監督の退任を発表しました。大竹直人監督は昨シーズンから鹿児島ユナイテッド FC の指揮を執っていました。 J3 優勝、J2 昇格に向けてリーグを戦うチームは現在3連敗中で、順位は5位、首位の愛媛との勝ち点の差は10に開いています。新たな監督には大島康明ヘッドコーチが就任しました。大島新監督は兵庫県出身の41歳で、現役時代はヴィッセル神戸やギラバンズ北九州などでプレーし、2017年からユナイテッドのコーチに就任していました。大島新監督はクラブが掲げる目標達成のために覚悟と責任を持ってまいりますとコメントしています。